ワシューガルは、アメリカ合衆国ワシントン州クラーク郡の都市である。アメリカ合衆国統計局によると、2008年7月1日、の人口は推定13,509人である。北緯45度34分55秒、成形122度20分53秒に位置している。アメリカ合衆国統計局によると、総面積13.0平方キロメートルである。 このうち1 2 8トルが陸地であり、0 2トルが水地である。2000年の国勢調査では、人口8595人、3294世帯、2325家族が暮らしている。人口密度は669.1平方キロメートルである。269.6 平方キロメートルの平均的な密度に3463件の住宅が建っている。この都市の人種構成は白人94.03%、アフリカンアメリカン0.43%、ネイティブアメリカン1.26%、アジア0.78%、太平洋諸島系0.12%、その他の人種0.83%、パーセントである。 この人口の2.51%はヒスパニック、またはラテン系である。ドイツ系16.0%、イングランド系10.7%、アメリカ系8.5%、アイルランド系7.4%、ヨーロッパ系5.5%、ノルウェー系5.1%である。第一言語は英語95.8、スペイン語2.5%である。全世帯のうち、 18歳未満の子供と同居している世帯が37.9%、夫婦のみの世帯が51.3%、未婚女性の世帯が14.1%であり、29.4%は家族を持たない。個人名義の世帯主が23.6%、そのうち65歳以上が8.3%である。世帯ごとの平均人数は2.61人。 家族ごとの平均人数は3.05人である。18歳未満が29.8%、18歳以上24歳以下が8.3%、25歳以上44歳以下が30.1%、45歳以上64歳以下が20.6%、65歳以上が11.2%、平均年齢は34歳である。 女性100人に対して男性は96.3人である。18歳以上の女性100人に対して男性は91.7人である。この都市の世帯ごとの平均的な収入は 38,719US ドルであり、家族ごとの平均的な収入は 52,293US ドルである。男性は 37,351US ドルに、 対して女性は 26,032US ドルの平均的な収入がある。この年の一人当たりの収入は 19,389US ドルである。人口の8.3%及び家族の9.7%の収入は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の13.8%及び65歳以上の3.6%は 貧困線以下の生活を送っている1792年5月、ボストンの毛川貿易省、ロバート・グレー船長が、コロンビア側川口に入った直後、イギリスの探検家、ジョージ・バンクーバーが、グレーの発見を確認するために各地を渡り歩いた。1792年10月、バンクーバーは、ウィリアム・ロバート・ブロートンに部隊を率いてコロンビア側の水源を発見するよう指示を出した。 ブロートンは現在の和州ガルに到着し、リード島の東端付近に上陸した。この時、ブロートンはふっと山がコロンビア側の水源ではないかと提唱した。しかし実際には、この18年後にイギリスの探検家デビッド・トンプソンによって水源は1000マイル以上も北東のカナダにあることが判明している。グレイによるコロンビア側の発見は、 ヨーロッパとチヌークの間に貿易が開かれるきっかけとなった。18世紀後半、アメリカ、イギリス、スペイン、ロシアの毛皮貿易省は、ラッコやビーバーの毛皮を物々交換した。1805年から1806年にかけて、ルイス・クラーク探検隊がこの地を訪れた。探検隊は、ワシュガル近郊の肥沃な谷が深く印象に残っていたようである。 太平洋にたどり着いたとき、冬を過ごす場所を、オレゴン州のアストリア、ワシントン州のチヌーク、ワシウガルから選択する投票を実施した。しかし、探検隊が太平洋に到達したのは11月下旬であり、寒く厳しい冬が目前に迫っていたことや、ジェファーソン大統領へ任務の成功を伝えるために、毛皮の交易船と接触する必要があり、 太平洋の見える場所に陣取る必要があったことで、投票の結果はアストリアが多数を占めた。春先、探検隊は東部への帰路に、ネズパースの元へと戻ることを望み、流れに逆らって船を漕いだ。冬の間、ネズパースが馬の世話をしており、ロッキー山脈を移動するには、馬が必要だった。1806年3月31日、探検隊は再び、 ワシュガルに到着した。探検隊は6日間をこの地で過ごし、肉を乾燥させ、その肉を持ち運ぶための皮袋を作った。1825年、ハドソン湾会社は、現在のワシントン州バンクーバーの近くに公益所を設立した。毛皮漁師やキコリがコロンビア川流域に出入りし始め、各地に名前をつけた。ワシュガルは、 インディアン語の急流から派生した言葉であると考えられている。1838年、イギリスの船員リチャード・ハウがこの地に定住した。彼は地元の最高責任者の娘である白い翼と結婚し、リチャードは90歳、ベッチィーは96歳まで生き、長く充実した生活を送った。二人ともカトリック墓地に埋葬され、ワシ州ガルには、 現在も彼らの子孫が生活している。彼らの私有地には、ワシューガルの遺産博物館が建造され、インディアンのアーティファクトや衣服を見学できる。1908年12月4日、正式に設立された。マウント・プレザント・グレンジ・ホールは、ワシントン州で最も古くから使われている、農民共済組合会館である。ありがとうございます。